なんか面白いことねえかな。ああ暇、超暇。暇が売れたら人稼ぎできる自信があるね。これ、なんとか言えよこれ。こいつマジ泣きしてるぜ。汚ねえから川に突っ込んで洗濯すっか。どうせなら全裸で飛び込ませようぜ。両手両足縛ってよ。見てみろこれすらビビってんぞ。マジだぜ、情けねえな。ほら、さっさと脱いで川に飛び込めよ。やっぱ両手ぐらい縛ろうぜ。足があったら助けて、助けてね。俺も混ぜろやっこら。オラオラどんどん投げ込むぞ。坂巻いざよいだ。逃げろ。だらしねえだらしねえ。気合入ってるのは格好だけかよ。つまんねえ。失礼します。お嬢様、冷たいお飲み物を。ねえあなた、私がいない間に誰かこの部屋に入った？いいえ。本当に？正直に答えて。あ、はい。この部屋の鍵はお嬢様の持つ鍵しかありませんから、誰も出入りはできません。そうよね。いいわ、下がって。失礼します。どこのどなたか知りませんが、密室殺人ならぬ密室投書とは気に入りました。これが空から？信じられないわ、いきなり空に放り出すなんて。下手をすれば地面に激突して即死よ。ああ全くだ。場合によっちゃゲームオーバーコースだぜこれ。で誰だよお前ら。それはこっちのセリフよ、目つきの悪い学生くん。一応確認しとくが、もしかしてお前らにもあの変な手紙が？そうだけど、そのお前って呼び方を訂正して。私は工藤飛鳥よ、以後気をつけて。それでそこの猫を抱きかかえているあなたは？春日部よ、以下同文。そう、よろしく春日部さん。で野蛮で凶暴そうなあなたは？高圧的な自己紹介をありがとうよ。見たまんま野蛮で凶暴な坂巻いざよいです。そやで凶悪で快楽主義と三拍子揃ったダメ人間なので、用法と要領を守った上で適切な態度で接してくれよお嬢様。取扱説明書をくれたら考えておいてあげるわ。マジかよ、今度作っとくから覚悟しとけ。うわ、何やら一癖も二癖もありそうな方ばかりですね。いえ、だからこそ。で呼び出されたのはいいけど、なんで誰もいねえんだろう。そうね。ではそろそろ。仕方がね、そこに隠れてるやつにでも話を聞くか。あら、あなたも気づいてたの？当然、かくれんぼじゃ負けなしだぜ。
そっちのお前も気づいてたんだろ。風上に立たれたら嫌でもわかる。へえ、面白いなお前。出るタイミングを失ってしまったのですよ。ほら、分かってんだろ。おとなしく出てこいよ。仕方ありません。やだな、そんな怖い顔で見られると。よし、出てこねえんじゃ仕方がねえ。何あれ、コスプレ？違います、クロウサギはコスプレなどでは。鳥たちよ、彼女の動きを封じなさい。こいつウサギ人間。あ、落ち着いてくださいよお三方。ちょっとお待ちを。まさか初対面で遠慮無用にクロウサギの素敵耳を引き抜きにかかるとは、一体どういう了見ですか。好奇心のなせる技、自由にも程があります。このウサ耳って本物なのか。じゃあ私も。ちょっとですよ。学級崩壊とはきっとこのような状況を言うに違いないのです。いいからさっさと話せ。はい、ようこそ皆様、箱庭の世界へ。箱庭？イエス、我々はお三方にギフトゲームへの参加資格をプレゼントさせていただこうかと思いまして、この世界へとご招待いたしました。ギフトゲーム。すでにお気づきかもしれませんが、お三方は皆普通の人間ではありません。皆さんの持つ特異な力は、様々な修羅神仏から、悪魔から、精霊から、星から与えられたギフト、つまり恩恵なのでございます。ギフトゲームとは、その恩恵を駆使して、あるいはかけて競い合うゲームのこと。この箱庭世界はそのためのステージとして作られたものなのですよ。自分の力をかけなければいけないの？そうとは限りません。ゲームのチップは様々、ギフト、金品、土地、利権、名誉、人間。かけるチップの価値が高ければ高いほど、得られる商品の価値も高くなるというものです。ですが当然、商品を手に入れるためにはホストの提示する条件をクリアし、ゲームに勝利しなければなりません。はい、どうぞ。ホストって何？ギフトゲームを主催し管理する人のことですね。誰でもなれるの？商品を用意することさえできれば。それこそ修羅神仏から商店街のご主人まで。ゲームのレベルも凶悪かつ難解かつ命がけのものから福引き的なものまで、多種多様に揃っているのでございますよ。ですが話を聞いただけではわからないことも多いでしょう。なのでここで簡単なゲームをしませんか。何？この世界にはコミュニティというものが存在します。コミュニティ、共同体、社会集団。この世界の住人は必ずどこかのコミュニティに所属しなければなりません。いえ、所属しなければ生きていくことさえ困難と言っても過言ではないのです。皆さんをクロウサギの所属するコミュニティに入れて差し上げても構わないのですが、ギフトゲームに勝てないような人材では困るのです。まったく本当に困るのです。むしろお荷物、邪魔者、足手まといなのです。俺たちを試そってのか。ちょっと待ちなさいよ、私たちは一言も。自信がないのであれば断ってくださっても結構ですよ。自信がないのであれば断ってくださっても結構ですよ。なんて言ってしまいましたが、ここで激怒されたり変えられたりしてはクロウサギ大ピンチです。随分と楽しい挑発してくれるじゃないか。お気に召したようで何よりです。ゲームのルールは？このトランプを使います。
この52枚のカードの中から絵札を選んでください。ただしチャンスは1回、1人につき1枚まで。方法はどんなことをしてもいいの？ルールに抵触しなければ。ちなみにクロウサギはジャッジマスターという特権を持っていますので、ルール違反は無理ですよ。ウサギの目と耳は箱庭の中枢とつながっているのです。チップはお前の言うギフトをかけるのか？今回皆さんは箱庭へ来たばかりですので、チップは免除します。強いて言えばあなた方のプライドをかけるといったところでしょうか。へえ。私たちが勝った場合は？そうですね、その場合は神仏の眷属であるこのクロウサギが何でも一つだけあなた方の言うことを聞きましょう。そう、何でもか。でも性的なことはダメですよ。冗談だよ。で、どうする？どうもこうも。やろうか。ああ。ゲーム成立です。それはギアスロールです。いわばゲームに関する契約の書。ゲームのルールやクリア条件などが書かれています。 OK、 わかった。だが始める前にそのカードを調べさせてもらおうか。構いませんよ。ではゲーム開始です。誰から行く？じゃあ俺から行かせてもらうぜ。さっきは素敵な挑発をありがとうよ。ああ、いえいえ。これはこれだ。じゃあ私これ。ちょっと待ってください。今のは何もルールには抵触してないぜ。テーブルの上のカードから絵札を選べ。1人1回1枚まで。違うか？それはそうですが、箱庭の中枢から有効であるとの判定が下されました。アスカさんとヨウさんはクリアです。やった。ですがイザヨイさんがまだです。おいおい、俺を誰だと思ってんだ？どうやって覚えた？すべてのカードの順番をな。このカードの隣はダイヤの9、クラブの2、スペードのジャックだ。やるじゃないあなた。けどおかげでこちらが考えていた手が無駄になったわ。そいつは悪かったな。おい、クロウサギ。早速だが言うことを聞いてもらうぜ。ダメですよ、性的なことは。まあそれも魅力的ではあるんだが、俺の聞きたいことはただ一つ。何ですか？この世界は面白いか？イエス。ギフトゲームは人を超えた者たちだけが参加できる神魔の遊戯。箱庭の世界は外界より格段に面白いとクロウサギは保証いたします。ジンくん。リリー、みんなもご苦労様。クロウサギのお姉ちゃんはまだ戻ってきてないの？うん。ジンもリーダーで大変だけど頑張ってね。クロウサギ、そちらの女性2人が？イエーイ、こちらのお三人様が。ってあれ、もう一方は。イザヨイ君ならちょっと世界の果てを見てくるぜとか言って駆け出していったわ。なんで止めてくれなかったんですか？止めてくれるなよと言われたもん。どうしてクロウサギに教えてくれなかったのですか？クロウサギには言うなよと言われたから。嘘です、絶対嘘です。実は面倒くさかっただけでしょ、お二人さん。クロウサギ、世界の果てには。分かってます。
ジンボッチャン、お二人様のご案内をお願いします。クロウサギは問題児様を捕まえに参りますので。箱庭の貴族と謳われるこのウサギをバカにしたことを骨の髄まで後悔させてやるのですよ。箱庭のウサギは随分早く飛べるのね。ウサギたちは箱庭の創始者の眷属ですから。さあこちらへどうぞ。箱庭の中をご案内いたします。ここが箱庭。外から天幕の中に入ったはずなのに太陽が見えてる。箱庭を覆う天幕は内側に入ると不可視になるんですよ。そもそもあの巨大な天幕は太陽の光を直接受けられない種族のために設置されていますから。あら、この都市には吸血鬼でも住んでいるというのかしら。いますけど。そう、この箱庭には様々な種が住んでいます。それこそ神仏、悪魔、精霊、獣人、人間。もっとも東区画のこの付近は農耕地帯が多いので住人たちの気性は穏やかですけど、まだ召喚されたばっかりで落ち着かないでしょう。詳しい説明は軽く食事を取りながらでもいかがですか。ああ、もう一体どこまで行っちゃったんですか。この辺りは特定の神仏がゲームテリトリーにしている場所。彼らの口車に乗ってゲームに参加させられていたら、まさか。あれ、お前クロウサギか。どうしたんだその髪の色。もう一体どこまで来てるんですか。世界の果てまで来てるんですよ、と。って、まあそんなに怒るなよ。イザヨイさんが神仏にギフトゲームを挑んだんじゃないかと思ってヒヤヒヤしてたんですよ。さあ、ご無事でしたら早く帰りましょう。挑んだぞ。え？神仏にギフトゲーム。まだ使命を持っていないぞ、コウゾー。なんか偉そうに試練を選べとか言ってくれたからよ。俺を試せるのか試させてもらったのさ。イザヨイさん、つけ上がるな人間。我がこの程度のことで倒されるか。イザヨイさん下がって。何を言ってやがる。下がるのはてめえだろうが、クロウサギ。これは俺が撃って奴が勝った喧嘩だ。心意気は勝つである。それに免じ、この一撃をしのげば貴様の勝利を認めてやる。寝言は寝て言え。決闘は勝者が決まって終わるんじゃない、敗者を決めて終わるんだよ。そのたわごとが貴様の最後だ。ま、なかなかだったぜ、お前。人間が神格を倒した。そんなデタラメが。くそ、今日はよく濡れる日だ。いえ、だからこそこの力があれば。紅茶を2つと緑茶を1つ、あとはいはい、ティーセット3つに猫ママですね。三毛猫の言葉分かるの。そりゃ分かりますよ、私は猫族なんですから。やだ、もう
客さんからお上手なんだから。箱庭ってすごいね。以外に見分かる人がいたよ。ちょっと待って、あなたもしかして猫と会話できるの？うん、スズメ、ウグイス、ホトトギス。水族館でペンギンと話したこともある。他にもイルカたちと友達。ああ、それは心強いギフトですね。そう、カスカベさんは素敵な力があるのね。羨ましいわ。でも工藤さんも。アスカでいいわ。よろしくね、カスカベさん。うん、でもアスカも同じ力。え？だって森の中で鳥たちと話してた。ああ違うわよ、そうじゃないの。私の力は。おやおや、東区画の最底辺コミュニティ七種のゴンベイのリーダージン君じゃないですか。ガルド、どなたかしら。はじめまして、お嬢様方。私はコミュニティフォレスガラのリーダー、ガルド・ガスパー。以後お見知りおきよ。見てください、こんなに大きな水樹の苗をもらいましたよ。これがあればもうよそのコミュニティから水を買う必要もなくなります。みんな大助かりです。そうかいそうかい。喜びついでに一つ聞いていいか。どうぞどうぞ。クロウサギ、お前何か決定的なことをずっと隠してるよな。答えろよ。お前はどうして俺たちを呼び出す必要があったんだ。箱庭の貴族ってなんだ。ジャッジマスターという超強力な審判の権限を持つウサギたちのことです。そいつの前でルール違反をすると爆発します。爆発するのか。そりゃもう盛大に。